おはようございます。10月15日というと、ふるさとの新宮市では16日とともに熊野早玉大社のお祭りでありました。円覚寺では舎利公式という伝統の行事が行われています。年に一度舎利殿にお祭りしてある仏舎利を大法上に移して、そこで仏舎利の御開帳をして舎利公式という法要を営むのであります。そもそも舎利とは何か。広辞苑には、1番、ブッダまたは聖者の遺骨、塔に納めて供養し、広く信仰の対象とされた仏舎利。2番、死骸を火葬にした後に残った骨。3番、俗に米粒または米飯という3つの意味が書かれています。舎利をお祭りするという舎利は、1番のブッダの遺骨の意味であります。広辞苑には、舎利公会という言葉も載っていて、これは、仏舎利を供養する法会。現実には、仏舎利の代わりに、金や銀の枝を用いると書かれています。舎利殿とは、仏舎利を法案する道具、内部に舎利塔を安置していると解説があります。円覚寺の舎利殿は国宝であり、禅宗様式の代表として高く評価されていますが、舎利をお祭りするお堂なのです。舎利について岩波書店の仏教辞典で詳しく調べてみましょう。舎利はボンゴシャリーラの音を当てた言葉です。一般に骨組み、構成要素、身体を意味する。これが複数形となると、遺骨、特に仏聖者の遺骨の意味で用いられることがある。その意味での舎利を崇拝供養することが、舎利塔を建立するなどの形で古来アジア諸国で広く行われているが、実際は舎利を象徴する水晶など他のもので代用されることが多い。中国でも舎利供養の功徳が重視され、祈願すると五色に輝く舎利が得られたので、これを祀ったといった記述が陸朝初期の書記から見られるほか、高僧を荼毘に付したところ、舎利が得られたので塔を建てて祀ったとする例や、生前の高僧の目から舎利がこぼれ落ちたなどとする話が多い。特に得道の禅師を仏と同一視する禅宗では、舎利に関する奇跡が歓迎されたと解説されています。舎利信仰について仏教辞典から学んでみましょう。ゴータマブッダの入滅後、遺体は火葬に付され、その遺骨を納めた仏塔が建立された。古代インド仏教において仏塔は、単に死去したブッダの墓標にとどまらず、無余涅槃に入ったブッダの現れとして積極的な意味を持ち、出家在家を問わず崇拝の対象となっていた。三宝のうち仏宝とは、実質的には仏塔を指す場合が少なくなく、仏教徒はそこに入滅後のブッダの実在を認めていたことが、経典や律などの文献資料と、碑文や遺跡などの考古学的資料の双方から確かめられると解説されています。お釈迦様のお骨をお祭りする仏塔は、仏様を拝むのと同じ信仰を生み出していったのです。ブッダ亡き後は、仏舎利仏塔を拝むことが仏様を拝むことと同等になったのです。中国では舎利の三行数形を物語る逸話は、後の建書寺建立の契機となった高僧への舎利観音と書かれています。僧高栄は石油10年西暦247年五国の兼業に至り、五種の尊権や尊公を仏教に帰依させて、江南で最初の寺院である建書寺を建立し、後の江南仏教発展の基礎を築いた僧侶であります。後の尊権が僧衛に面会し、仏舎利が出現すれば寺院を建ててあげようと約束しました。僧衛は7日間祈っても舎利は現れず、2週間祈ってもダメで、尊権はあざけり罵って刑罰を加えようと言いました。さらにもう1週間祈り続けました。決死の覚悟であります。
それでもシャリは出現せず、涙を流して諦めかけていたところ、夜中に瓶の中に音がしたので見てみると、ブッシャリが現れていたのでした。孫権は本物かどうか試して金槌で叩いてみたのですが、金槌がくぼんでしまい、シャリは少しも返じることはなかったのでした。そこで孫権も仏法を崇敬して謙虚寺を建てたという話です。この話は円覚寺のシャリ公式でも読んでいるところです。さらに仏教辞典には、仏の遺骨への三行崇拝は非常に強く、庶民の熱狂的なシャリ信仰を示す出来事としては、538年梁の武帝が長宇寺愛久島からシャリや仏像が出土した際に設けた無下台へ、557年陳の武帝が即位6日目に宝剣が将来したという仏偈をもとに行った武者台へがあると解説されています。さらに日本ではどうかというと、日本におけるシャリ信仰の文献上の初見は、西暦584年司馬達人が蘇我馬子にシャリを献じ、翌年馬子が大和の大野岡に塔を建て献上されたシャリを中東に収蔵したことである。平安時代にはシャリを供養する法会であるシャリ公シャリエ、シャリ法恩公が行われた。シャリエは860年4月に延暦寺で行われたものが最も古いが、以後盛んに行われた。特に鎌倉時代には釈迦信仰の高揚に伴ってシャリ信仰も大流行し、明恵英尊らによってシャリ公式が作成され、シャリを治めるシャリ塔も数多く作成された。室町時代にも足利尊氏忠義によって諸国に一塔ずつ設定された李承塔には二粒のシャリが納められたと書かれています。円覚寺のシャリは仏偈シャリといって、お釈迦様の歯をお祭りしています。円覚寺で唱えているシャリ公式には、仏シャリが円覚寺にお祭りされるようになった経緯が説かれています。もともとお釈迦様が帝釈天と約束していて、お釈迦様の滅後に仏シャリを天にお祭りするようにしていました。帝釈天がお祭りしていたのをある魔王が奪いました。それを毘沙門天が取り返しました。帝釈天は感謝して右の上の歯のシャリを与えたのでした。毘沙門天は太子長慶に守らせていました。周南山道仙律師は懐徳高名な高僧として知られていました。毎夜定観に行動し儒教しておられました。一夜転びそうになったところを助けてくれる者がいました。誰が助けてくれたのかと思ってみると、鎧兜を身につけた少年でした。それが太子長慶でありました。道仙律師は仏舎利のことを聞いて、ぜひ拝みたいとお願いしました。すると道仙律師に舎利が与えられたのでした。律師は夜間には仏舎利を捧げて行動し、昼は地の穴に隠していました。甲州に能仁寺が創建されて、舎利はそこに収められました。源実朝公が一夜夢を見ました。宋国の能仁寺に行って道仙律師の説法を聞いていました。そして道仙律師は今や生まれ変わって日本の実朝公になっていると言われました。当時寿福寺にいた永西禅寺も雪の下の両親僧侶も同じ夜に実朝公と同じ夢を見ました。そこで3人会ってその霊夢について語り合いました。実朝公は武将12人を施設としてシャリを拝唱して記帳させたのでした。はじめ実朝公の建立した大慈寺にお祭りしていましたが、北条貞時公がシャリ殿にお祭りするようにして国家の鎮護としたのでした。そんな由来があるのです。15日には無事シャリ公式も終えることができたのでした。それでは姿勢と呼吸等を整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて足に力を入れて、
よし立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていってストンと下ろします。息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をニューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。